君が好きなアトラクションを選んでいいよ。君を優先しているわけじゃないんだ。ただ、君の楽しむ顔が見たくてね。一つ興味を持ったものなら、高齢者の世話は君にお願いしようかな。なかなか良かったよ。どうしたの？何か気に入らなかった？それとも気分が悪くなった？大勢が一緒に参加できるアトラクションは好きだよ。簡単に結果が予測できるものが苦手なんだ。遊園地は広い。もっといろいろと見て回ろう。そういうルールでお願いしてます。お一人ずつ交代で投げてもらって、ストライクの数に応じた景品を差し上げますよ。
お待たせ。県大会で入賞した腕をこんなことに使わせないで、だって。どの景品が気になったの？同じものを私がプレゼントするよ。見に行ってみる？自分以外に願いを託そうとは思わないよ。でも君が行ってみたいのなら一緒に行こう。そうだよ、君の願いは全て叶ってほしい。私は君の笑顔をずっと見ていたいからね。どうしたの？知っていたよ。あの時、君に見られないようにすることも
できたけどね。あえてしなかったんだ。君が見ていたことは知っていたよ。ずっと前からね。